休日かのように過ごしてたんですけど、皆さんもこのカフェタイムお楽しみお楽しみ楽しみながら、カフェタイムを楽しみながら配信見てください。こんにちは、久しぶりに見に来れた。おお、こんにちは、ありがとうございます。やっほー、オイル公演終わったですよね。そう、こんぐらい2時前ぐらいに終わったんかな。なんか四国ツアーあれだよね、終演の時間も書いてるからすごいありがたいですよね。予定が組みやすい早く出かけるとこだった。 ありがとうございます。よかった、たまたま気づいた。ちょっとめっちゃ2時半過ぎ、2時40分ぐらいかなに多分予約入れたからね、気づいてない子ごめんね、待ってるよ。たまたまね、ありがとうございます。私は新しいリップを買ったんですよ。最近リップないって言ってて、買いたいって言ってて買えたんですよ、なんと。なのでちょっとそのリップをつけます。初めて使います、開けます。前までね、これの違う色を持ってたんですけど、なんか限定色を買いました。こんにちは、こんにちみほー。昨日ちょっとママとお菓子パーティーしちゃったから、ちょっと顔が大丈夫かあ、でも今日はそう、昨日メイクさんのメイクで、あのチークをここに丸く入れたらいいよ、この輪郭のコアって言われたので、そういえば誕生日プレゼントに前に友達にあのチークもらったなと思って、今日はここにちょっとだけ入れてます。 こんな感じでサラサラしてるか、ほっぺがと眉毛をいつもよりちょっと優しめに描いたけど、眉毛はそんな変わんないね。今日私もうメイクさんにメイクしてもらうって思ってなくて、昨日家からさ眉毛描いていってたのよ。だからメイクさんにちょっと眉毛濃ゆいねって言われて、ちょっとぼかされてあのちょっと私濃ゆく描いちゃう癖があるから眉毛、だからあ、じゃあもっと薄く描くのが普通なんやなと思って、昨日今日はちょっと優しめの眉毛と、あとチークを入れるっていうことをやってみたんですけど、違いますかね、違いありますか。チークちょい分かりぐらい、なんかピンクあんま分からんけど、それとあと今日は新しいリップを塗ろうと思って、まだ一回も塗ってないんだけど、一回も塗ってないんやけども、パッケージもかっこいいんですよ。塗ります。そんな声と思わんかった。あ、ありがとう。めっちゃぼかされた。やけ、メイクさんにとってはちょっとあれ、あ、ちょっとまだまだかもしれんなと思った。そう、チークはでもちょっとわかるかもしれん。配信でもどうかな。でリップをですね、ちょ見てください。パッケージが見て、このキラ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 です。これの前違うタイプ持ってたんですけど。ちょっとかっこいい大人な色を買ってみた。開けてみます。うわー、キラキラだ、中も見て輝いてる、なんかすごいキラ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 、すごいよ、蓋までキラキラだよね、すごいゴージャス。初塗りです。ほら、塗る前のリップ、こんな綺麗なリップをもう塗ってしまいます。やば、塗ってしまいます。もうちょっと落とした方がいいかな、このリップ意外と落ちない。さっきリップクリームみたいな感じの塗ってたけど、よしよし塗ります。うん、よい。え、めっちゃ馴染むね、パッパッパパッパッパ、よい。どうだろう、あ、濃い濃いめに塗っちゃったけど、濃い。そう、ここのリップはね、なんかすごいサラサラなのにツヤがあるし、しかもいい香りするんですよ、いい感じ。でこれをちょっとぼかしたらいいかもね、あの周りを。パパパパパパ、よい。なんかマスカラとリップだけめっちゃこだわりが強くて、私他は全然わからないんですけど、めっちゃいいよ。
これは本当に。しかもテスターとかもくれるしね。しかも次回この日までにご購入いただくとこれがもらえますみたいな言われるとまた行きたくなるよね。ツヤがあるね。どんな香り、なんかね、もう海外の綺麗な女性の香りがする。伝わるかな。海外の綺麗な女性の香りがするんですけど、めっちゃいいんですよこれ。あまあまあまあ、すごいいい香りなんです。なんだろう、何か分かりません。何なんだろう、調べてみようかな。めっちゃいい。なんとなく伝わる。絶対伝わらんわい。これなんやろな、リップの香り。よいしょ。でもいい感じです。しかも今日はなんか寒いかなと思って、結構厚手の、私が結構冬に着るの好きだったあのツーピースの、あれツーピースのワンピースっておかしいね。なんかワンピースにカーディガン、身に近いカーディガンがついてるっていうやつを着てるんですけど、合いますねそれと。あー、これに、ここにネックレスとイヤリングつけたらもう完璧ですね。完璧大人の女性ですね。あー、つければよかったな。てか言ってネックレスとか2個ぐらいしか持ってないんですけど。イヤリングも冬用の買わなきゃ。全然持ってないよ。ふなちさん、ハートありがとう、ありがとうございます。そう、これはねセットのやつだからね。そう、カーディガンだけでも着れるしみたいなやつやけど、すっごい生地が厚いから、これもう今暑い。今はとても暑いですけど、リップの香り分かりました。で、そうだったんだね。まあ、確かに言われたらっていう匂いだったんですけど、香りなんですけど、マンゴーの香りなんだって。すごくない？マンゴーだった。確かにマンゴーって言われたらマンゴー、うん、なんかマンゴーのちょっと甘さを取ったマンゴー、爽やかなマンゴーって感じの香りがします。よき。あ、メール来た。本当？なんかメールさ、あれ止まったのかなって思ってたの。結構前に送ったんですよ、2時くらいに。そう、2時ぐらいに送った。2通ぐらい送った。2通届いたかな。止まってたと思ってた。よかった、届いて。そう、意外にマンゴーってね。マンゴーの香りです。よきです。シロップ変えとこ。よいしょ。ほいほい、はいほい。よし。よき。髪が多く見える。ちょっと後ろにやろう。あれ、メール1通しか言ってないかな。2通送ったんですよ。1通目と2通目でつながる感じの送ったんですけど、1通しか送られてないかな。うん、そう、今日の私のおやつを送ってます。みんなもおやつ何か食べましたか？私はおばあちゃんから送ってもらったシュトーレンを食べました。シュトーレンはクリスマスまでにちょっとずつ食べるっていうお菓子なんですけど、お菓子、ケーキ、パン菓子みたいなやつなんですけど。あ、2通目が来た。1通目いかんかったんや。やっぱ止まったんやな。なんか届くの遅いなと思ってたら、なんで止まったんだろう。止まっちゃった。ピエンピエンピエン。もう止まったらもう、あ、もう書くのやめようかなって心がくじけそうになる。からもう2通目だけです。そう、去年のクリスマスイブの配信でシュトーレン食べてた。そのシュトーレンなんですよ。実はおばあちゃんが送ってくれて、去年で、それまでシュトーレンってものをそんなに食べたことなくて、美味しいんかなって思っとったんやけど、そう、美味しくって、めっちゃ、それがめっちゃ美味しかったって話してたら、おばあちゃんにママが伝えとってくれたみたいで、今年も送ってくれた。なんかいつも数量限定みたいな感じで発売されるらしい、このシュトーレンが。
そう、それをね送ってくれたんよ。最高。またおばあちゃんが送ってくれて、うん、そう、あれから1年早いですね。去年はあれですね、あの恋ラジに出た日だったかな、その日の夜に食べた気がする。恋ラジでもなんかサンタ帽とかトナカイとか耳つけたりした気がする。そう、今年も食べれてよかったです。おばあちゃんが送ってくれてありがとう。そしておじいちゃんは野菜を送ってくれて、その野菜でママが料理してくれて、そうなんですよ。去年はクリスマスイブの話から、しかもなんかその時にこの服着た気がするんだけど、どうだったかな、なんかクリスマスデートっぽい服だなと思って、この服がなんか着たような気がするけど違うかな、なんか着たような着たような着てないような気がする。よいしょ多分 おもちこんにちは、バイルこんにちは。よいしょ、今日はみたらし団子の日。そうなんだ、あらあらあら、これは三色団子だけど、みたらし団子の絵文字も欲しいな。ほう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 、なるほど。メール一通目来た、なんで逆になってるんだよそれはおこだわ、おこ案件だわ。だってメール見た人があれってなるよね。うん、おこなんだけど、なんでなんで1通目、それならせめて1通目を送らせて2通目を送ってよまあいいけどなるほど、まあ届いたならいいか。海賊たくん、だるま100個ありがとう。1通目から見ますぜひ。もうじゃないと話のつながりがはって感じになるので1通目から読んでくださいそう、送った順なんでまあいっか。今日の夜公演絶対見た方がいいとおきぽさんが言ってる。あー、見た方がいいかも。そういえば見た方がいいかも何とは言えないけど、勝手に四国観光大使のツアー、今日愛媛公演夜公演ですかね。あー、ぜひ見てください、ぜひぜひどのくらいの時間差で、結構は40分くらい差いて送ったはずなんだけどな。まあ、こう2時前ぐらいに1通目を送って、2時半ぐらいに2通目を送った気がするけどね、夜公演明日わかんない、え、今日もあるよね夜公演、え、どっちのだろう、わかんない、おきぽさんがどっちって言ったんだ、なんかあんまりちょっとちゃんと読んでないですけど、なんかどっかでは見た方がいい、どっかで、うん、見た方がいい、まあ全部見た方がいいですね、そしたら。じゃあ、しかもあれなんですね、明日朝昼夜公演ある、四国ツアー、やばくない？すごくない？3公演だなんて。びっくりだよ。多分わかんない。おきぽさんがどれを見てって言ったのかわからんけど。コーヒーメールの後にコーヒー飲みたいってきた。ほらもうおかしいじゃん。なんで？なんで？さっきメール止まりましたかってマネージャーさんに LINE したから、それに対しての返事が今配信を始めた直後ぐらいに来たから見れてないけど、見よう後で。おかしいよね普通に考えて。もういいけど。
いいけどって言いながらおかしいってずっと言ってる。うん、コーヒー大好きな人については間違いないです。そこは間違ってないけど。メール届いたのでコーヒー飲んでくる。いってらっしゃい。はい、いってらいってら。コーヒーか紅茶は一日に一回は飲みたいよね。美味しいよね。マネージャーさんお昼寝どうなんだろう。メールの検討してる方は誰なのかわかりませんが、うんうん、でも順番はちょっと大事なのでちょっとあれですね。714日ありがとうございます。7214714。ありがとうございます。慌てて処理したら逆になったのかな。そういうことですかね。うん、まあ、そういうことにして許しましょう。だね、うん。順番に届かないと困るんですって。詰めよう。そうします。そうします。いや今日は本当は自主練も入れたかったんですけど、ちょっと入れなかったけん、また今度しよう。もう豆柴が近いってことが、そうあってなった。脳みそでえもう豆柴もうじゃんみたいな思って、やばいやばいよってなってます。もう明後日だっけ、豆柴の大群さんとの、やばいよ頑張らんには。豆柴さんよいしょ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 、なんだっけな、あのどなとね、あとさっきもね、なんかねアイドルさんにフォローされたんだよね、誰か。ありがとうございます。そう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 、あこのこの iPhone に登録してなかった。豆しば、うん、豆しばさんのみゆきエンジェルさんだ、多分みゆきエンジェルさんにフォローされた、ツイッターフォローバしてくれた多分。わーいわーい、うん、嬉しいでございます。雰囲気的には豆しばのなおさんと気合いそう。あのなんだっけな、あの佐竹さん、あのそうラジオであのいつもちりめんパーティーでお世話になっている佐竹さんに、あの誰かに似てるって言われないってめっちゃ前に言われて、その時に豆柴さんのナオオブナオさんだっけに似てるって言ってくれた、言っていただいた。嬉しい。って自分で見ては、そうなの、嬉しい、こんなに美人な方にって思って。そう、ミホエンジェルさんは、ミホエンジェルさんは豆柴の大群さん全員フォローしたんですよ。そうで、みゆきエンジェルさんはフォロワーをしてくださっているので、もう名前を一番目に覚えました。すごい、あの豆柴さんの MV もね、なんかね普通にね YouTube とかでもね何回か見てて、だからすごい本当に楽しみなんですけど、月曜日が。そう楽しみです。こう皆さん髪型とか髪色が違うから覚えやすいと思います。みんなみんなも、そう。うんうんうん、みゆきエンジェルさんがショートカット、ボブショートボブくらいの方で、ナオブナオさんがポニーテールの方でみたいな感じで覚えやすいんですよね。クロちゃんさんに会ったことはないんですけど、あの覚えてますかね皆さん、あれなんて言うんだっけ、なんていうアプリだっけ、なんかさ招待された人しかインストールできないアプリ、なんだっけあれ。あクラブハウスだ、ありがとう。クラブハウスっていうアプリで、あのクロちゃんさんとリコチと私とで
おしゃべりさせていただいたことあるんですよね。そう、覚えてる方は覚えてるっていうやつだと思うんですけど、そう、結構そのそうクラブハウスはなんか招待された人しかインストールできないアプリ、登録できないアプリだから、すごい 見れた方も限られるし、そこで聞いた内容をなんか外に言えないみたいな、なんか決まりがあるらしくて、すごい難しい、もう私には最先端すぎて、もうすごく難しいアプリだったんですけど、そう、それが最初で最後のクラブハウスでしたそう、結構前ですかね、あれいつだったっけな、クロちゃんさんとお話ししましたね。なんか緊張しました、めちゃくちゃ。そうね、すごい話題になってた時期、懐かしいになってるんですね、もうクラブハウスが。はい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 、なんでクロちゃん来たんだっけ。なんでだったんだっけな。なんかでも最初はあれ、なんでしたっけなんでしたっけ、なんかの実況をやってた、違うなんかやっとって、でベートーベンさんとも喋りませんでした、そんなことないっけ、あれ、なんかもう記憶がすごい、しかも何月にやったかももう忘れちゃうぐらいなんで、クロちゃんさんはもう覚えてないかもしれないんですけど、 STU の田中美穂と工藤理子のこととかだけど、そう、どうな、何したんだっけ何したんだっけ、いや記憶すごい薄れてる、しかもさ、みんなもさ言えないからさ、あのその中身を記録に残ってないじゃないですか、その中身も。何したんだっけという謎の記憶になりました謎の、うん、わわわわの人ですよ、以外にクロちゃんさんっているの、わわわわの方、クロちゃんさん、クロちゃんって言わないと怒るんだっけ、クロちゃんさんって言ったら怒るんやけん、そう、クロちゃん記憶がわわわわうまい、わわわわです、本当に。そう、クロちゃんも広島出身の方だからっていうので、なんかその時できたんだったかな、多分。そう、秘密、なんかその時もなんか秘密の話みたいな、なんかタイトルだったんだよね、なんかもう本当に何だったか忘れたけど、なんかここだけの話みたいな、秘密の話みたいな題名でその企画があって、クロちゃんさんとリコチと私とお話しできる、多分ベートーベン葵さんもおったんかじゃないかなと思うんだけど、なんかつなぎ役として、私たちのつなぎ橋としていてくれてた気がすると思うけど、うん。肩出るニット寒くない、なんかねこの生地めっちゃ熱くって、今ねもう熱ってぐらい熱くって、だからちょうどいいですしかもこうやってしまうこともできるっていう、よきぴですそう、多分、うん、もう記憶、人間の記憶って、脳みそってすぐに忘れるものですね、やっぱりすごい、全然、もう全然残ってないけど、でもクロちゃんさんってその豆柴さんが何かをやるときとかって来てくれるのかな、会えるのかな、いつもどうなんだ、でもクロちゃんさんもクロちゃんさんでここで仕事ありますよね、でもどうなんだろう、豆柴さんとも写真とかも撮れるかな、台湾だし、この間竹山さん方とは撮れたから、ちょっと撮れるんじゃないかと豆柴さんとも期待してるんだけども、どうなんだろう、ちょっと緊張、人見知りするけど楽しみです、どうだろうか、うーん、
クロちゃんのツイッター見てたらまだクラブハウス利用してる。あ、そうなんだ。じゃあもしかしたらまた何かあった時もね、ある時もあるかもしれない。うんうんうん、そう、楽しみです。豆柴さんも楽しみです。もう月曜日だよ、やばいよ、あと2日。あともうまた最近なんかリングライトが、リングライトのコードが壊れちゃって、もうこのリングライト重いし卒業しようと思ってスマホスタンドをまた新しく買ったんですよ。それが多分明日ぐらいに届くんで、届いたらそれで配信しようと思います。なんで今日はまだリングライトの前の前のスタンドになっております。でもまあそんな変わんないですけどね、別に。これは折りたためるのですごい楽な軽いスタンドですね。そう、でもなんかまた新しいの買ったからお楽しみに。写真撮るとき豆柴ポーズ、なんだろうね、ワンとかかなどうなんだろうね、あるのかな。豆柴さん、トゥトゥトゥ、豆柴の大群。あ、でもワンしてるわ結構とか、何これ、これとかもあるけど、なんだろう、なんかいろんなのがありますね。うんうんうん、楽しみだな本当に。皆さんもお楽しみに、見に来る方ね。スマホスタンド何台目になるってぐらいめっちゃなんかいろんなのに挑戦してるんですけど壊しすぎですかねちょっと新しいの届くのお楽しみに皆さんも。ということで、ちょっと早いですがそろそろランキング読んでいこうと思います。ますかんちゃん、雪の結晶ありがとう。ミロさん、ハートありがとう。ようかなさんもありがとう。ありがとうございます。天使の絵の具さん、手袋ありがとう。海賊たっくん、だるま、ありがとう。いいよよよ。マサさん、アヒル、ありがとう。矢島さんもハート、ありがとう。なりゆきさん、かわいい、ありがとう。ありがとうございます。読めたかな。コキンさん、ハート、ありがとう。竹まつるさん、ラブレターありがとう。よし、ではランキング読んでいきたいと思います。では22位のみほりん賞からいきます。22位はおがっちさん、そして13位はおれりんさん、12位けんぱくん、11位レグレスさん、10位ドーグラスさん、9位ミロさん、8位やじうまさん、7位ふなっちゃんとなかみちゃんたおしさん、6位渡辺さん、5位るいさん、4位かんちゃん、3位海賊たっくん、2位竹まつるさん、そして第1位は熊根パパさんでした。ありがとうございました。パチクリパチクリ。あと今日はね、朝ツイートしたんですけれども、皆さん私のミフォトグラフの新作見てくれましたか。今日は高尾さやかちゃんの誕生日というわけで、パチクリパチクリパチ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 ということでね、とっておきのもうサーヤンの可愛さを最大限に引き出せている写真をね、ずっとね、いつ出そうって思って、誕生日に出そうって思って撮っておいたやつ、めためた可愛いでしょ。そう、さんやおめでとうという気持ちを込めて。そう、でもあの写真の以外にもね、ちょっとあるんですよ、他にも。まあ、それはまたいつか出すかもということで、あの写真もまだ見てない方とか、いいねしてない方、してくださいしてくださいぜひぜひ見てください。あとミフォトグラフもまだまだこれからも更新していきますので、ぜひお楽しみあれ。では最後にじゃんけんして終わりたいと思います。最初はグー、じゃんけんグー。ありがとうございました。ではまたねー。